はい、こんにちは。今日はですね、営業マン向けのお話をしていこうというふうに思います。で、なかなかですね、まあ、特に若手の営業マンなんかっていうのは、その自分自身がこう自信を持ってですね、商品とかサービスを提供する機会っていうのは、まあ、なかなかできない人って、まあ、端的に言ってしまうと気弱な人っていうのが中にいらっしゃるかと思うんですね。そんな気弱な人のための交渉テクニックっていうのを今日はお伝えをしていこうと思います。まあ、僕自身はですね、どちらかというとこうガツガツいくタイプなので、取れる時は取れるんですけど、やっぱり取れない時っていうのは、その金額とかサービス体系っていうので、まあ、NG を食らったりとかっていうのがあるので、ある程度ですね、やっぱりどういう線引きをしていって営業をかけていくとお客様の心に響きやすいか、あるいは自分のメンタルにも大事なのかっていう、今日はそんなお話になっていきます。どうでしょうね、皆さん営業をしてて、特にどの瞬間が一番緊張します？っていう感じなんですけど、やっぱり、契約の瞬間ですよね。お金が発生すると、で、お金の話が発生すると、まあ、どうしてもなかなか強く出られないっていう方、中にはいらっしゃるかと思います。私も営業新人の頃ですね、出たての頃っていうのは、やっぱりお客さんにハンコをついてもらう瞬間っていうのが一番緊張しました。これをハンコついてもらって契約が完了します。お客さんからお金をもらう。こちらサービスを提供する。それがやっぱり気に入ってもらえなかったりとかっていう、気に入ってもらえなかったりとかした時に、やっぱりクレームの元とかになったりとかして、そのことばっかりビクビクとかしてたんですよね。でもよくよく考えたら、お金を払ってもらって物とかサービスを提供するっていうのは当たり前の話なんですよね。で、そこに対してやっぱり 100% の保証ができているものっていうのは、当然そのできる限りのサービスっていうのはしていくんですけれども、やっぱり 100% の保証っていうのはしきれないと、もうそういう覚悟のもとで、やっぱりお客様にも購入をしていただかなくちゃいけないですよっていうのが、本来営業としてのあるべき姿だとは思うんですよね。で、そんな中でですね、じゃあそんなお金が発生する瞬間、契約をする瞬間にどうしても緊張が走ってしまうとか、強く前に出られないっていう方に対して、3つの営業パターンっていうのを実験をしてもらいましたと。で、その3つの営業パターンの中で、どのパターンで営業をかけていった時に交渉の成功率が上がったかっていうことを今日はお伝えしていきます。で、パターンとしては3つです。まず普通に交渉を進めると、現在皆さん自身がやっているような営業の仕方をそのまま続けてみてください。それから2つ目が交渉のゴールを決めていくという話です。まあ、この後々詳しく解説していきます。それから3つ目は if 前プランニング、もし何々するなら私はこうするっていう、まあ、プランを先に立てておくっていうようなやり方ですね。この3つのパターンです。で、まず結論から言うと、3、2、1の順番で交渉の成功率っていうのは上がっていきました。1つ目の普通に交渉するっていうのと、3つ目の if 前プランニングを使うのとでは、交渉の成功率っていうのは 80% も違いが出てきましたと。はい、だから100回やったら20回しか成功しないのと、まあ、80回成功するのと、まあ、大きく開きがあると。今のパーセンテージちょっとむちゃくちゃですね。むちゃくちゃですけど、トータルで 80% の成功率が変わりますよっていう、まあ、結論が出ています。で、まず、じゃあ普通の交渉っていうのは皆さんイメージがつくと思うので大丈夫かと思うんですけど、2つ目のゴール設定っていうのは何かっていうと、例えばですけど、金額にフォーカスを当ててお話をすると、この金額なら OK と、この金額でお客さんが契約を結んでくれるんだったら OK っていう明確な目標を決めるんですね。だから例えばある商品を提供するときに、これは10万円でお客様に売らせていただきますというような時に、お客さんが例えば9万円とか8万円とかっていう風に値切ってくる方って多分いると思うんですよね。まあ、9万円10万円って言ったら 10% 20% とかっていうのを値切りになりますから、そんなもう売り上げに貢献できないじゃないですか。利益にもならないしと。っていうことは、その10万円っていう金額を切ってのオファーをした時にはもう一切売りませんと、もう10万円という提示している金額を切るような商売はさせていただきませんというような形で、もうゴールを設定しておくと、もう10万円を切らない営業をするというふうにも、あらかじめ自分の中でそのイエスというかノーというかという線引きを確実に決めておくという、まあ方法ですね。こっちの方が普通に交渉して、いや値切れへんのかっていうふうに、まあ言われた時に、えっとですねってやってしまうよりも、いやもう10万円でお願いしますっていうのをはっきりと言えるか、この違いで成功率が変わってくると
ていう、まあ、そんな話です。それから3つ目の if then プランニングっていうのは、先ほども言ったようにもし何々をやったら私はこうするっていう風に、まあ、プランを決めていくと。これまた別の動画で、紹介はしたりとかしてるので、詳しい話はそちらの方で、見ていただけたらという風に思うんですが、例えばですけど相手に困った要求をしてきた時と、まあ例えば先ほどの10万円っていう金額を値切ってきたりとか、10万円で買うんだからこれだけのサービスをつけろよみたいなことを言ってくるお客さんがいたときに、もともとこちらが提示している金額をもとにこれだけの商品とかサービスを提供しますっていうことをこちらは伝えているわけですから、いわゆる買う側と売る側の立場っていうのは対等なわけじゃないですか。それをマウントを取ってこようとするお客様、いわゆる困ったお客さんですよね、っていうのがいるときには断固として、いや私のスタイルはこうですと、我々として提供できるところはここまでですと、相手がこう出てきたら私はこういう一貫した態度を貫くということを決めておくと。そうしておくことで相手がむちゃくちゃな要求をしてきたときにあたふたせずに感情がリセットできるんですね。ここまでのオファーをこちらは提供するとも決めていますと。だからそれを超えてくるような要求をするときには一切それは排除するっていうふうにも決めとくんですよ。もし相手が困った要求をしたら初めからのオファーに戻るっていう if then プランニングを立てておくと。そうすると断固とした態度をとって交渉率というのは分かった、あじゃあ御社が言うその条件で飲んで私たちは今回契約させてもらいますっていう結論に行きやすいということなんですね。なのでもし営業されている方がいて、なかなか最終契約お金が発生するターンになった時にどうしても相手の言い分に負けてしまったりとか、お金が絡んで緊張してしまうっていう方はですね、ゴールを設定しておくのか、あるいは if then プランニング、相手がこう出てきたらこう対応するっていうことをプロセスをあらかじめ決めておくという、この2つをぜひ実践していただけると、一番大切なんですね、契約を結ぶ瞬間っていうところで緊張したりしどろもどろになったりせずに済むというところに帰着しますから、ぜひ営業マンの方はこの2つをですね大事に、かけていただけたらというふうに思います。私も営業をもうかれこれ5年くらいやっている立場ですから非常に気持ちわかるんですけれども、やっぱり契約する瞬間っていうのが一番大事なところになっていく。本来は契約を結んだ後の方が大事なんですけどね、やっぱりその営業マンのターンっていうところだけを切り取っていくと契約する瞬間が一番大事だと思いますから、そこで決して営業マンが慌てないスタンスっていうのが大事になっていきますので、今回お伝えしたような2つのパターンっていうのを意識して営業に取り組んでみてはいかがでしょうか。今日はそんなお話でした。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。